はい、どうもこんにちは。ホステルと申します。プレイステーション2とサイレン、やっていきましょう。で、いただいたコメントによると、前回やった、死人の巣へ向かうパートなんだけれども、こちらが、他のシナリオのクリア条件を満たさないと、最後マンホールと扉を開けられないらしくて、なので、今日からしばらくはね、必要コードを回収する動画になります。よろしくお願いしますね。クリアに向けて、どんどんやっていきたいところ。これ、アーカイブじゃなかったっけ？ここね、このイベントは見たんだけれども、なんでもない。確認だけしてクリアするまでには至ってなくて、申し訳ないけど。まだだから回収できない状態だったんだよね。だから改めてこちらプレイしてね、クリアしていきたいなと思います。で、アドバイスによると、ミヤコ様をあそこの押し入れの中に隠しておけば、後半戦まで安全らしい。当たらない。虚空を切る。やられた。壁にやられる。で、ここで拳銃死人をハッチしといて、こいつが戻っていったところで攻めていく。これ今廊下に出てきてるよね、この人。ちょっと待っててくださいよ。え、どっち見てるんだこれ。まあ、外にいるやつじゃない。こっちだこっち。部屋の中に入っていたところで進んでいくと。そうそう、必要コードを回収してクリアまでしてなかったんだよね、このチャプターは。何回も言ってるけど。ちょっとね、間取りすると同じことを何回も喋ってしまう男。当てていく。おっ壁に当たったのに倒れた。ちょっと待って、先にこっち調べないといけないんだ。閉めてどうすんねん。これ、押し入れに、みやこ様を隠すと、トイレから出てくる死人が、物置のあたりまで巡回しに行くまでは安全っていう風に聞いたんだけど、ということは、ニッパーを手に入れた後は、やはりスピードとの勝負になるね。ただ、安定感は増した。ここ一応閉めとくか。実質みやこ様が発見されなくなったから、これで束の間の安全は変えるね。で、必要コードを入手して、サクッと行きましょう、サクッと。死人の巣に入るための必要コードをどんどん手に入れてね。あそこは言うまでもなくクライマックスだろうから。やばい、拳銃起きてる、起きてきてるか、これ。なんか懐中電灯の光が見えた。ちょっと一回こっち入るわ。いって強攻撃に移ろうとしたら敵の攻撃食らっちゃう。うわっ、なんだ今の。はっ、はめられてる、はめられてる、はめられてる。それはない、それはない、それはない。なんだ今の怪しい視点。あれ、起きてきてるかと思ったけど起きてきてないね。拳銃死人、俺の見間違いだったか。よし、クリアしていきましょう。これね、あ、ダウン銃も懐中電灯の光ついてるんだ。ダウン中、懐中電灯の光が今まで消えてるのかと思ってた。ちょっと消えてるように見えた、普通に。見えてた、今までは。ん？もう来てる？トイレのやつ。来るの早いな、お前。来るの早くない？よし。円滑円滑。倒してく。拳銃死人は？まだ起きてない。いけるぜ、これ。勝ったな。ただ、ここから先も死ねんぜ。ここから先も死ねんぜ。遅い、急がない。ごめん、本当にごめんなさい、すいませんでした。せかすねー。外に出てからも拳銃死人の動きに警戒しないと、ミヤコ様が殺される可能性があるから。多分これオートセーブ入っても死んだらやり直しでしょう。今までの例から言って、このゲームだから、ミヤコ様が死なないように。しまった、後ろ向いちゃった。ミヤコ様、やめろ、触んな。
あぶね。このアーカイブ拾ったよね、新聞確か以前。これは無視します。来てる来てる。ここ苦手だったけど、普通に一発でいけた。よかった。拳銃シビト。どこにいるの、拳銃シビト。ここで死ねねえからな。こいつか。どこにいる。見えない見えない。何してんのこの人。みやこ様ついてきてる。出れるかこれ、ワンチャン。こっちだよね出口。いけ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 、しゃ早く、よし、はい、とりあえずクリア、チェックチェック。最近はノートにね、必要コードをメモしてるんで。俺公約サイト使わないから、以前使ってたけど。順番に行きましょう。俺さ、自分の字が汚すぎて、なんて書いてあるか俺読めないんだけど、どうしよう。須田京也が、あそこにまだ行ってないよね、ジャヌクビダニに。まだ解放してないのかな、そのチャプター。須田操作してジャヌクビダニに行くチャプターもあるようなんだけれども、それまだ解放してないよね。まあ、ともあれ一つ達成できたと。じゃあ、竹内多門の病院行ってみるか、次は。手に入れたホースを使えるらしい。こちら確認しに行ってみよう。まだやらないといけないことが多いからな。はい、それではやっていきましょう。竹内多門の病院パート。とりあえず通路を塞いでる死人は倒していき、庵野頼子の痕跡を見つけるか、もしくはアルバムの入手がクリア条件か。アルバムってどこにあるんだっけこれ。あ、通路できなかったんだっけクリア、これ以前。あ、クリアできてないね。とりあえずはじゃあ2階に行きましょう。ホースってもう持ってたよね確か。以前、蛇の首谷で入手してるよね。よし。まあ、病院に行ってホースを使うっていう風にアドバイスいただいてて、それをもとにやっていきましょう。ちょっと待って、一回視界弱視を。敵がどこにいるのか忘れちゃった。これどこだ？階段が見えるけど。あ、これ地下のやつか。こいつ地下のやつかな。で、ミサでしょ。あれ？いなかったっけこちら側。なんか一体いたような記憶があるんだけど。いるよね。扉の手前までおびき寄せてからダウンさせていく。これこれ。そして扉を閉める。お前は二度とこっちに来る。通行禁止です。条件1でクリアした方が、あ、そっか、条件1の場合、みんな倒さないといけないから、弾少し余らせとかないとダメなんだ。で、この窓の隙間がポイントになってるらしい。あと、それと水道っていう風にいただいてたコメントで。もしかしたら水道にホースをくくりつけて、それを下に伸ばすっていうようなやり方なのかもしれない。あれ？だけど水出ないってなってるね。トイレも調べてみようか。あ、はいはいはい。ここにホースを使って、多分下までホースを伸ばして隙間に入れるんじゃないかな。それで水を満たして浮かび上がらせてアイテムを取るっていう寸法じゃね、これは。ホースを垂らして、そして次に下に行くっていう手順でしょ。これもちょっとわかりづらいよね。つぶさに全てのオブジェクトを調べていくような感じないと取得するのは不可能か。なかなかね、注意力散漫のところがあるから、気づきがね、鈍いといったところか。垂れてる垂れてる。あれ？これだけど、ホースを引き入れて、
速攻に入れるまで、あ、長さあるね。で、これで再び水を出すってことでしょ、この状態で。それで必要コードクリアか。手に入るアイテム一体何なんだろう。条件にでクリアするために必要なアイテムとか手に入るのかな、これ。まあ、とりあえずやってみないと分かるまい。水を出していく。水で浮かぶようなものが、あそこの、排水溝の中に入ってるってこと？一体何が出てくるのか。アルバムを入手するために必要なアイテムなのか、それとも他のキャラの必要行動なのか。浮いてきた浮いてきた。鍵だね。鍵っぽい。かろうじて、なんかラベルみたいなものがついてるから、水に浮かぶのかな。普通鍵って水に浮かばないよね。さあ、出てくる出てくる。鍵が浮いてきている。拾ってく。どこの鍵だこれ。2階第2病棟への鍵。あ、必要コードじゃない。タモンで使うんだ。これがアルバムの必要、取得の必要条件か。これ。で、2階か。え、東って書いてあったっけ今。鳥頭なんで、すまない。2階渡り廊下から第2病棟2階入るための鍵。ための鍵。東とか西とかって書いてないね。一応どっちでも使えんのかな。確認確認。あ、渡り廊下。西側は普通に使えたんだ。だからこっち側の鍵なんだ。俺ここどうやって行くんだよつって言ってたよね。そういえば。で、ここオンダリザと同じ位置に死人がいるから、こいつらにも要警戒して、一体この扉のこちら側に引き寄せるか。一応後ろ閉めとこう。一応ね。念のため。ここはブレインと、これ犬だよね。こっちって。このヒーヒー鳴き声上げてるのって。これ犬死人だったよね。犬死人とクボ死人の区別が未だにちょっとつかなくて。コメント欄で違いは聞いてるんだけど。ホラーゲームをやっていると、この俺ではどうしてもね、パニックになっちゃうんだよね。これどっちどっちどっちみたいな。起き上がってくるのが早いから、やっぱりこれ扉のところまでおびき出した方がいいな。一体。出演スペースみたいなところにいるやつは、こっちまで徘徊範囲じゃないから、だからこの廊下を動いてる。今視界ジャックしてる。こいつをおびき寄る。ん？なんか左側に消火器見えね。こいつか？今そこにいるの。一回じゃねえだろうな、こいつ。ちょっと、後ろ向きに姿を現して、よし来た。ここまで来てくれ。あ、来ないのかな。ここまでは。あ、来た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 。ちょっと待って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 。それはまずい、それはまずい、それはまずい。よし、うまいうまい、上手上手。ご褒美やるわ。よし、はい。はい、封印。よし、あと1体、多分。多分あと1体でしょ、敵は。そいつをダウンさせつつ、病室の中を調べていかないといけない。とりあえずリロードしといて、弾があと何発あるか確認しよう。もうライトつけといても大丈夫かな、これ、敵1体なら。残り10発もある。よし、これは勝てるわ、勝ち確。普通の人なら。あいにこれは普通の人ではない。寝てろ。よし、急げ急げ急げ。こいつが起きる前に鍵を開けていく。無理。ここにあんのかな、もしかして。ここのどこかに灰皿がある。特に役に立ちそうにはない。ちょっと待って、ここじゃねえのか。出演スペース何もねえな。開けられるかどうかだけ。無理。あのシミとか起きる前ここ開けられる。しゃ、まあ、起きたところで弾丸はあるから戦える。さあ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 。お腹開いてもありそうだね、ここは。はいはいはい、丸ボタン連打。丸ボタン連打で調べていく。これは？あー、何もない。病院関係の資料。アーカイブとかじゃないのかな？この机の上か。これだよね、普通に考えて。これは怪しいわ。勝ったなー。勝ったな。はい、調べてく。何が書いてある？病院のタモン君のホースを使うところはできたね。はい。
そしたら、タモン君の茶の組谷に行ってみよっかな。よりこう、特定の場所に隠すと手に入る必要コードがあるみたいだから。まさか。これ、八尾久子じゃない？古びたアルバムの写真がアーカイブに追加されました。しっしゃ！クリアだろ。これ、終了条件2のいいところって、パートナーを連れて行かないでもクリアできる。終了条件が多いっていうことと、ゴールまで行かなくても特定のアイテムを手に入れた時点でクリアになるっていうのがでかいよね。近づいている。永遠の狭間で、始まりと終わりは一つになる。ウツボ船、ウツボ州、どっちだろうがアーカイブに追加されました。これ待って、なんか神々しいものが出てきたんだけど、何これ、ラスボスってひょっとして神様じゃねえだろうな。ドラクエ7じゃねえんだから。あ、リプレインドチャプターになった。これはジャノクビダニに行こうかと思ったけど、あ、須田京也は来たな、ジャノクビダニに。あ、さっき言ってた手前すぐ来ちゃったっていう感じか、ジャノクビダニに。いいですね。クレ、クレ、クル、何が、どうしたんだよ。須田もそのうちジャノクビダニを探索するよねって言った手前のジャノクビダニ、これはいいです。ただ新しいチャプターなのでリンクナビゲーターは使えなくなっちゃった。なので、このチャプターをクリアするしかないね。終了条件、ブレインの撃退、やっていく。待って。やっぱりダメ。逃げても無駄。あいつらを束ねているやつを見つけて、戦おう。束ねているやつって。すり橋に渡り、陽動に使える道具を探す。わかった。ちょっと待ってね。ひょっとしてこれ、束ねている奴らがどうのこうのって宮子様言ってたけど、これどうなの？タモンのブレインのパートよりこっちの方がもしかして先に来る予定だった？本来。どうなんだろう？その辺は。わかんねえ。ライト使えない。霧が濃い。時系列的には明るいからライトは使えないってことか。まずは、ジャックから行こう。あー、いるなぁ、犬死人。徘徊してないね。動きが早い。これは多分先行所の中だな。1体2体階段が見えるのは山のところか。これも違うね。レインの視界はどれだ。クソ、わからん。宮子様ここにか、どこかに隠し行っても良さそうだけど、ただこの光棒1本ではレインと戦うのはかなり厳しいものがあるのでは。 SDK、ではとりあえず進んでいこう。手探りで進んでいくことが重要だわ。先行所の中、こいつは動き回ってる。他のやつらは徘徊してないけど、つうことは先行所の中に入っていくのが正しいルートかな。最初はなんかね、固定の敵がいるところってこちら側に来るとは言わんばかりの雰囲気を醸し出してるから。おっと、早速ここってタモンがガソリン巻いたところだよね。ライターが落ちている。なんでこんなところにライターが。火を起こして死人の注意を引く。どこに火を起こせばいいのか。吊り橋を燃やしちゃうとタイムパラドックスだから、それはできない。まあ、考えられるとしたら宮田が発煙筒を使ったところだよね。あそこ火をつけられないでもないと思う。
ただその場合、ちびとの移動ルートが気になるから、みやこ様をちゃんと連れて行かないといけないね。廃材が詰め込まれているでしょ？よし、使える。ここは一旦みやこ様を連れて行って、ただ、彼女はどうしよう。あ、ごめん、ほんと、ごめんなさい。もっと罵って。ここを、湿っていて火が起こりそうにない。そっか。となると、何かしらの燃料が必要だな。まあ、燃料っていうよりも、くべるもの。何をくべていくか、三浜奈子のテレホンカードでも入れるか、この中に。もう必要ないよね。あー、どこのあたりにいるだろう、これ、敵。階段にいるやつが気になる。あれ？視界外れちゃった。どれだっけ？上書きしちゃったかな。視界がとにかく悪くて、ここら。で、ここには当然何もないでしょ。竹内多聞がもうホース拾ってってるから。この BGM 何？風の音？それともブレインか？ブレインの鳴き声か？なんかフーフー言ってない？裏声みたいな高い感じで。死人どの辺にいるの？走り出しちゃった。スティックの倒す角度がね、ほんと難しい。やっぱりこれ先行場中かな、まあ、薪になりそうなものってむしろ建物の中にありそうなんだけど。先行場中にいる役以外は、え、2体いるこれもしかして。1体だけだよな。中徘徊してるから、その前に調べたいところもあるんだよね、須田が。ジャノクビダリに来た時って。コメントでいただいているのが、ミナの死体が埋まっていたところと、配電盤か。あとなんか車を燃やすって、自分のメモに書いてある。この三つのことをやらないといけない。ただね、プレインじゃない、なんだっけ。厄介なのは犬死人。彼はね、攻撃力高いから、浮かずに近づいたら返り討ちにされるんだよね。あれ？いけない。ちょっとここに隠れて視界を。ストーブのあるところにいる。部屋の中だ、これ。発電機があったところの奥の。ちょっと待って、これ。ストーブだよね、これ。え、アイテム、アイテム、アイテム。あ、ダウンさせない、こいつ。こいつダウンさせないな。ちょ、アイテム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 。どこ。バリケードが置かれている。動かせる。はい。どこに動かす？いや。あ！これ、死人ブロックできるんじゃない？ひょっとして。ちょっと視界ジャックしてみよう。え、こっちに来るんだけど。やばい！あ、来る！戦え！うわ、2体！は？バリケードを動かして、死人今一瞬バリケード見てたよね。だから、徘徊ルートが変わる。多分そうだね。そしたら動画を一回切って、本格的にポトチャプター探索するのは次回にしましょう。ご視聴ありがとうございました。